フェルドースイーノシャーナーメイラン学は、イランの文化の総合的認識を目的とする学問で、東洋学におけるより広い分野の一部である。イラン学は、設計文字による古代ペルシア語、及びアラビア文字によるイスラーム介護のペルシア語の資料を対象とする。ペルシア文学よりもより広いものである。また、イランの文化を研究するイラン研究の総称。 古代オリエント学の処分野の一つ。広くイランの民族、文化全般を扱うイラン学は、オリエント学よりも長い時期を研究対象とするが、設計文字を使用した古代ペルシア語文化も扱っているため、この場合はオリエント学の一部門とみなされる。設計文字の古代ペルシア語碑文や、パフラビ文字の碑文などの解読、アベスター、ソグド語や交単語などの出土文書など、 言語学的研究から、イラン学は始まったとされ、古期及び中期のペルシア語研究が進んだ。ビルヘルム・ガイガーや、クーン・イー・クーン・シラによる、イラン言語学概論などはそれらによるもの。イラン言語学により、ファミール方言などのイラン文化圏の方言調査も行われ、イラン学の言語学的基礎が20世紀に入ってから成立した。イランの歴史は、 約2500年にもわたる非常に長いものであり、多民族の侵入、支配や政治的断絶など様々な問題が起きてきたが、イランの文化の伝統への認識は高まった。そのため、イランの文化は西アジアやインド、中央、アジアなどにもその影響を残している。ペルシア文学に関しては、イラン学の中で最も研究が行われている。 ゾロアスター教やマニ教などの宗教やシーア派の問題などのイスラム教の歴史におけるイラン人の貢献などは宗教学や哲学、社会学などの分野として扱われる。近年では前日のゾロアスター教の研究や近世におけるシーア思想の見直しなども行われている。イランの美術品や工芸品が収蔵されている美術館は世界各地に存在する。また、 ペルセポリスなどの遺跡を研究する考古学的な分野もイラン学には含まれる。こうしたイランの美術や考古学の比較研究は東西文化交流などユーラシアにおける文化の研究にも貢献している。イラン学によってもたらされるイランの文化の愛好者やイラン学者は世界各地にいる。しかしペルシア語による文献はオリジナルのままのことが多く、 ほとんどは刊行されたり翻訳されたりしていない。ありがとうございます。